え、皆さんこんにちは。今日はですね、かぎ針比較動画をさせていただきたいと思います。でもなんか何人かされてる方いるんですけど、ちょっと改めてね、私の感想をね、ちょっとなんか言いたいだけなんですけど、ですね、セットで、なんと購入いたしました。私、チューリップという、種類です。広島の方の、作ってる会社の方は、広島の方の会社なんですけど、これもうセットになってたの、これ。これ、ちょっとね、これ。ここにこう挟まれてあって、セットできました。で、なんかこのハサミも、このハサミはもう作ってるのかなと思ったら、イタリア製の、なんかね、違うところのハサミらしいです。全然違うの、100均のと。なんかね、若干重いんですけど、すごく切りやすい。ちょっと、もったいないんで、なんか切れ端なんですが、ちょっと切ってみたいと思います。めちゃめちゃ切りやすいの。びっくりした。もう本当の一切りハサミ、これ。ちょっと、なんか、イタリア製の、ちょっとなんかマフィア感漂う、ゴージャスな金色でピカピカ光っておりますが。いいのかな、私なんかこんな、なんか、あれ持っちゃって、みたいな感じなんですが。なんかね、楽天のポイントが溜まったので、ちょっと自分へのご褒美に、ご褒美が多いんですが、ちょっとご褒美に、ちょっと買ってみようかなと、ちょっと鼻が出ちゃった。買ってみようかなと思いまして、購入させていただきました。すごいね。なんかね、キラッキラしてるの。キラッキラしてるの、これ。でね、ちょうど今編んでる7号針なんですけど、7号針で、今までずっと編んでたんです。で、ケイトの、ラベルには6号針で編んでねって書いてあったんですけど、私、言うこと聞きません。7号針で編んでおります。で、最初に買ったこのダイソー。まあ、ダイソーのいいところは、手頃な値段で始めやすい。これはまず一番大きいポイントだよね。で、割とどこにでもありますよね、ダイソーって。買いやすい。手芸店で探さないとなかなかない。で、ちょっとケイトの横にお手頃の値段で置いてあるから、ちょっとケイト買って、カリバリ買ってやってみようかなっていう。ちょっと、始めやすいっていうのと、あと、まあ、100円でこれだけクオリティ出せたら言うことないんじゃないかなと思います。本当に、ちょっと時間つぶし編んでみようかなとか、編んだことないからちょっと編んでみようかっていう人は、もう本当ダイソーで十分だと思います。で、このダイソーも、ずっとね、ダイソーで編んでたら、なんで納得いかなくなるのかなっていうのは、やっぱり、ここの、これもそうなんですけど、ここのね、この引っかかりです。この引っかかりがね、深すぎるんですね。ここ浅いの、これも、だけど、このクローバーも浅いんです。これとにかく深い。だから深いから、ちょっとやそっとじゃ外れないから、ゆっくり編むには、ものすごく適している。で、危なくない。ここはね、全然飛び入ってないから、危なくない。子供が使っても全然危なくないんですが、だんだんね、こう、慣れてくると、それが、いい点が悪い点に変わっちゃうっていう感じがします。で、ちょっと重いなっていう、長く編んでるとどうしても親指に負担がかかる。引き抜くときに、外れにくいから、こう力入れるんですね。で、どうしても親指とか指に負担がかかるので、次に、お求めしやすいのは、やっぱり手芸屋さんに行くと、多いですね。クローバー。もう本当にクローバーが多い。クローバーの種類は、結構多い。これが付いてない昔ながらのやつとかもまだ全然売ってます。なので、クローバーさんは、手芸屋さんでお求めやすいですね。で、その代わり、ものすごく軽いです。これ持ってて、この後これ持ったら、持ってないみたいなぐらい。軽くて、いいところはだから、軽いところ。そして、ここが鋭いんですね、先が。なので、こう。編み目に差し込みやすくて、ここが浅いので、抜きやすい。パッと抜きやすいので、早く編めるっていう利点はあります。ただ、私これ編んでて一個人の意見なんですけど、昔の、ここがついてないタイプ、こちらに近いと思うんですけど、この金色というか、この、アルミでできている、この全てがアルミだった頃の、作りだったら、そうは思ってなかったと思うんですけど、ちょっとね、引っかかるんですね。抜くときに少し若干なんですけど、ちょっとなんかザリってした感じで、編んでるとわかると思うんですけど、ザリッザリッザリッっていう感じで、少しちょっと引っかかる。引っかかるのがちょっと、と思ってたんですけど、でもとにかく軽くて、これに比べたら断然、
編みやすくなります。あの慣れてくると、ああ編みやすいなとは思ってたんですが、後日、ポイントの方で購入させていただきました。広島の会社の、半導体、主に半導体とか、そういうちょっと精密なものを作っている日本のいい企業であります。チューリップさんを作ってくださっております。広島のバリバリ職人の皆様、本当にありがとうございます。これね、すっごい編みやすい。私の中で一番編みやすいです。で、包丁とか、なんか、そういうのあるじゃないですか。それはね、ステンレス製の、軽い包丁、持ってないみたいな感じの包丁、いいと思うんですけど、魚をさばいたりとか、あと、お肉をこう、厚めのお肉を切ったりとかするときに、軽さだけかなって思うんですね。やっぱり、ある程度の、こう、包丁もそうなんですけど、重みがある方が切りやすいことに気がついてしまいました。私、泡から水が出る。そうなんです。少し重いんです。これより、クローバーより少し重いんですけど、逆を返せば、その少し重さが、ものすごく逆に編みやすいんですね。で、これに比べると軽いです。これは一番重い。ダイソーは一番重い。で、適度に重さがあって、で、このアルミで、多分できてると思うんですけど、アルミをまだ使っているっていうのが、すごくポイント高いです。本当に、なんていうんですかね、差し込みやすくて、抜きやすいんですね。これは、差し込みやすくて、多少しづらい。抜きづらいっていうのかな。でも、これは、めちゃくちゃ差し込みやすくて、差し込んで抜きやすいので、編みやすいんですね。びっくりした。全然違います。なんか、私が行った手芸屋さんだけかもしれないし、もう少し大きいところに行けば、あるとは思うんですよ。チューリップ、手芸店。私が行ったところはなかったです、チューリップは。で、一本売りしてたら一本で買おうかなと思ったんですけど、本当、セットで買ってよかったな。これ、セットで買って正解だったなって私思いました。で、あのハサミですよね。ついててなので、もう、本当に、言ったら逆に安い買い物だったんじゃないかなと思うぐらい、結構高かったんですけど。でも、本当に、すごくいいですね。なので、もしね、編み物とか、普段ね、やられてる方とか、あと、お母さんとか、おばあちゃんとか、もしかして、このチューリップ使ってない人とか、まあ、でも私個人の意見なんですけど、使ってみたら、ちょっと目から鱗なんじゃないかなと思います。で、そういう、編み物を趣味とされてるおばあちゃん、お母さん、もしかしたらお父さん、おじいちゃんもいるかもしれませんが、本当ね、息子さんとか、お孫さんとか、ちょっとね、セットで買いとは言わないので、ちょっとね、1本か2本ぐらいでいいので、そういうのを、普段よく使ってる号数を1本か2本ちょっとプレゼントしてあげると、ものすごく喜ばれるんじゃないかなと、すごく思いました。この、クローバーのカリバリ、これも、650円ぐらいするんですね。で、チューリップはちょっといくら、1本あたりいくらかわからないんですが、1000円までしないと思うんです。なので、それを考えたら、ものすごくプレゼントしやすい値段なんじゃないかなと思いました。すごいよかった。びっくりした。やっぱね、適度な重さは必要だね。本当に。いや、ちょっと編んでみたいと思います。まずね、これ、ダイソーはね、ちょっと久しぶりにダイソーで、ちょっと編んだらびっくりするよ。重い。そして、引っかかりやすいんですけど、そう、ちょっと抜きにくいんですね。だから、外れにくいっていう利点はあります。なんか、よそ見してても全然外れないから、外れにくいっていう利点はあるんです。で、チューリップを置くのまで、これで、こちらの、クローバーで編んでました。クローバーさんの、若干ちょっとね、ザラザラ、どっちかがちょっとザラつきがあるんですね。こっちかこっちかわかんないんですけど、なんで、編んでるときに、キュッっていう音がします。きしむっていうか、っていう感じ、ククっていう、こう持ってると分かるんですけど、編んでみると分かると思いますね。それがですね、今度こちらでありますね。若干重いなと思って、ちょっと失敗したかなって私も一瞬思ったんです。持った感じと思って、どっからと思ったんですけど、まあとにかく編みやすい。ほんと編みやすいですね、これ。なんて言うんだろう、ちょうどいいんですね。個人的な感想ですよ。なので、本当に癖とかで、手の大きさとか、あと男の人女の人で違うとは思うんですけど、私はちょっと手が大きめで、で割と握力強めなので、もしかしたら男性用の意見なのかもしれないんですけど、これものすごく
チューリップ良かったな、いい買い物したなと私は思っております。すごく編みやすい、このね、抜き差ししやすいのがものすごくいい。で、あの本当にこの、あ、1個飛ばしちゃったいやね、もう本当にこういうね、ケアレスミス早めに気づこうね、こういう編み物はね、なんか、本当にこういう感じで、もうね、ほんとちょっと編めるの、こうちょっと編める。まあ、クローバーの編みやすい方のカリバリです。あの本当にちょっとあの編み物をね、長い間されてる方はあの分かると思うんですけど、やっぱあのクローバーもちゃんとしたメーカーで、あのちゃんとしたあの昔ながらのあれなので、本当クローバーで慣れてる方はクローバーの方がいいですっていう、方もいると思うんですけど、いや、こんなに違うと思わなかったもんね。1,2,3 待って、1,2,3,4,5,6,6目で、本当に編みやすい。こんなに違うと思わなかったよ。だから、ね、あの今さっき久しぶりにダイソーまで編んだんですけど、あのね、今編んでたけど、すっごい編みにくくなってこれどうしたって感じ、なんかこれめちゃくちゃ編みやすいじゃんとか思ってた自分がどこ行ったっていう感じなんですけど、でもまあそういうもんよね、なんかね、なんか何でもそうだと思います。あのなんかやっぱりさ、書きやすいシャーペンとかあるじゃん、なんか書きやすい鉛筆ね、だからそういうちょっと慣れてくるとだんだん分かってくるんですよね。職場とかさ、なんかあのあれじゃん、最初は必死で頑張ってるけど、慣れてきたらさ、職場の人間関係とか分かってくるじゃん、なんかなんとなく、あの人とあの人って仲悪いんだなとかあの人って結構あのいらんこと言う人やなとか、なんかだんだん分かってくるじゃない、なんかそういう感じなのね、やっぱね、こう編んでくるとだんだんこうカリバリの良さが分かってくるっていうね、よく分かんない1,2,3,4,5,6,6 ね、こういう感じで編んでいっております。いや、本当にこれはいいお買い物をいたしました。私なんかね、ちょっと買ってみたらいいと思うよ。1本からでもね、あの買ってみてちょっといいなと思ったら2本3本突き出して買っていくっていうやり方も、あ、間違えたダメじゃん、ここも編まなきゃ。もうま、あのそういうことで、あのちょっとね、ちょっと編んでいきたいと思います。いやー、いい買い物、ケースもついててって考えると安いのかなと思いますね。もうね、なんかこの中にセットで入ってるんですけど、物差しね、これ物差し、武蔵です、チューリップって書いてある物差しも入れてくれて、で、あの閉じ針入ってました、2本。でもね、私100均で、買ったやつあったんですが、閉じ針、3種類でね、ちょうど100均の大中小でいうところの大と小ですね、大と小の大きさのものが入ってる感じです。だからちょうどこの真ん中の大きさのはないんですが、すごく親切だなと思いますね。めっちゃいいじゃん。そう、すごいね。で、なんか、だからさ、これってさ、こう、いらないじゃん、こんなのをセットになんかしてもらってさ、みたいに思う方がいるかもしれないけど、あの、こうやって、ブルブルブルって、こうやって、こうしてですね、で、もう好きな場所で、好きな時、好きなところで、これと、毛糸さえあれば、編み物ができるので、なんか、外で編むっていうのもありですよね。まあ、今は、ね、暑いから、ちょっと外で編み物とか、ないですけど、まあ、春とか、秋とか、季節のいい頃、お花見しながら編み物を編むとか、そういう編み方もあるんじゃないかなとか、思いますね。なんかわかんないけど。ということでして、私の個人的な意見、個人的な意見ですが、私、おすすめはやはり、メイドインジャパン、チューリップ。これにたどり着いたかなという感じでありました。では、またね。